里芙美子さんは1918年に生まれ、今年99歳を迎えられました。神奈川県立近代美術館ではその白寿を記念して、堀さんの代表作、それから未発表の作品などを含めて大規模な回顧展を開催しております。こちらは村すずめという作品です。展覧会には今回初出品になります。画面には竹が21本、スズメが78羽描かれています。足すと99、今回白寿記念なんですけれども99になる記念の作品として出品しています。ぜひ会場で数を数えながらじっくりご覧いただければと思います。こちらは無表という作品です。1982年64歳の時の作品です。堀さんは大磯と、軽井沢にアトリエを持ち、行き来しながら制作していたんですけれども、これは2月の軽井沢で描かれた作品です。カラマツの林を描いてまして、林にこう霧氷が降りてきたっていう、その朝の一瞬の風景を捉えた作品になっています。こちらはアフガンの王女という作品です。2003年85歳の時に描かれました。この絵のモデルは女優司会者として有名な黒柳徹子さんです。徹子の部屋という番組の壁にこの複製画がかかっていまして、目にしたことがある方は多いんではないかと思います。ユニセフ親善大使などをしている黒柳さんの活動に非常に共感した堀さんがこの絵を描いたというふうに言われています。堀芙美子さんは東京に生まれ、激動の時代を生きてこられた方なんですけれども、旅をたくさんされた方で、メキシコ、ネパール、ヒマラヤなどにも訪れて、その創作活動を展開されました。自分の目で見た草花ですとか生き物を描いたたくさんの作品を展示しています。本展覧会は3月まで開催していますので、展示会を3回行います。いつ来られても新しい作品がご覧になれると思いますので、ぜひ1回3回と足を運んでいただければと思っております。